今日は激音と激音化の説明をしたいと思います激音というのはカー、カカという最後のカ息が口の外に勢いよく出る音のことを言うんですねところがなかなか皆さんできないんですねこういう短冊、紙切れですねあるいはティッシュを準備してくださいそしてカと言ってみてください紙が揺れますかあるいは紙がなければ手でも結構です と言って手にパッと息が当たるかどうかなさってみてくださいうまくできない人はですね特効薬があるんですスイカの種をここにに持ってきてき前とういうふうにやるんですプップッ激音の練習でなかなかうまくいかない人もこのスイカの種は確実にできます今まで失敗した人スイカの種吐き出せないという人を見たことありませんそして えー、この時は音量でないということよくわかると思いますリラックスしてプッと吐けばいいんです同じ要量でパーを言ってみてくださいパーこれも息を外に出るんですパープーはできてもパーができない人がいると思いますパーパーこんなに息をよく入れますわからなくなればいつもスイカの種のプに戻ってくださいプーパー,パーいかがでしょうプとパーは大丈夫でしょうか 口のこの外側でコントロールする音、まあ、ピーですね、えー、ピー音はコントロールしやすいんですその次にちょっとだけ口の内側に入り込む「タ」でやります「タ」「タ」先ほどの「プ」よりもやりにくいと思います「タ」「ハ,ハ」というようなつもり「タ」「タ」「息を前に出す」また分からなければ「プ」に戻ってください「プ」の要領で「タ」そして最後は「カ」 はあ、いかがでしょう。単音できっちりと激音が出せるというように練習なさってください。そして単語に参ります。単語の冒頭部分にあれば比較的激音は出やすいです。出た。粒さん。開局数。2番目以降にあると出にくくなります。え、切っちゃう切っ自分で確認してみてください。 そして次は激音化なんですけどもよくですね、激音化なのか脳音化なのかがわからないと、えー、先生そこは脳音ですか激音ですか、えー、聞く方がいらっしゃるんですけども激音化は前後に必ず比喩があります比喩と結合しているのがもう激音化なんです、えー、これぜひ覚えておいてください例えば色気色気 確認して,みてくださいクッパだクッパだ激音化は、えー、文字は平音ですからなかなか思い切って息が出しにくいんですね色っけこれで練習なさってみてくださいさらに激音化の発音が難しく感じられるのが、えー、活用の中に出てきた時ですパッとモッチアンコーアンコーこれは激音ですねマンチアンコー、えー、こういったもの これから女子と結びつく場合もあります、ね、パッパ号ご飯とっていう時にパッパとパとが激音化しますさて皆さん激音の練習はとにかくスイカの種に戻ってくださいそして単語で確認日本説明で確認そして激音化の確認をなさってみてくださいこういう紙切れそしてティッシュ手などで確認しながら。 確実にできるようにしてくださいネイティブの発音というのは滑らかに発音なさいますから本当に激音なのかどうなのか CD で聞くだけでは分かりにくい時があります我々は外国語として学習していますので少し極端めに強めに練習なさってみてください回数を重ねると自然にまあ角が取れて滑らかになってきますこれは筋肉の運動でもそうですね かスポーツをやる時は、このの筋肉の動き方、ここを意識して動かしてきちっと動くようになってからあとは軽くやっても意識しなくてもできるようになるのと全く同じ原理ですのでどうぞ最初から滑らかなネイティブな発音の真似をして「イロッケーとなさらずに「イロッケイ」「イロッケと確実に息が出るということを確認しながら練習なさってみてください。